してる。白いなんか白濁。見てこれやばくない？はいどうも、ぼんちでーす。ということで今回は、初めての実写動画イエーイ、私のお部屋初公開です。で、今回は、ちょっとゲームと実写の連動企画をやろうかと思って、内容は、スプラトゥーン3で、闇闇企画はい、ということでですね、スプラトゥーン3でマッチングした人の名前に入ってる食材だけを使って、鍋をする企画をやろうと思います。スプラトゥーンは8人で、4対4でね、対戦するゲームなんですけど、もうね、これね、単純なルールにしましょう。勝った方のチームにいる食材を、もう問答無用で入れる。これにしましょう。で、まあ、詳しいことはゲームをやりながら説明をしてますので、まずは食材決めるためのゲームパート、どうぞ！鍋に入れる具材は7種類にね、しようと思います。はい、じゃあ早速やっていきますかね。縄張りバトルでいきましょう。最近私、自陣塗りの大事さを覚えまして、めっちゃ綺麗に塗れるようになったんですよ、この。これ活かして、買って、美味しい食材いっぱい手に入れようと思います。さて、所定、なんか、いるかな食べ物系。あ、麦！麦！麦は、締め？締めかな？むずいんだけど、麦って何？いや、間に合うか？間に合うか、これ。最後にボムだけ投げよう！ボムだ！あ、投げれなかった！くそー、間に合わなかったよ。さて、どうなった？お、これ勝ったかもしんない。いや、自陣が完璧。ほら、私のね、私のおかげ。自陣塗りがもう完璧。ホーム塗りナンバーワン、イエーイ！はい、ということで、じゃあ、麦ゲット！これは、締めにしますかね？さて、いる？この一瞬でさ、見分けられないんだけど。いや、いないな。オクトパスはタコじゃん！タコじゃん！タコ！タコいいね！タコいいね！めちゃめちゃ鍋向き。海鮮鍋になりそう、このままだと。うわ、これ負けた。これ絶対負けた。当たった！やったー！もう嬉しい！パッと見なんか負けたかと思ったんだけど、勝ってた。ほんで、勝ったチームには、タコがいないので、入れれません。今回の企画の具材としては入れれません。はい。あのね、いくら、タコ、鍋に入れたいからといって、私はね、負けるようなことはしませんので、もう勝負はね、全力で行かせていただきますので、ほんで全力でやって、負けたならもうしょうがない。それは、相手に、ティラミスがいようと、プリンがいようと、鍋に入れます。あー、カモ犬、カモ、カモ、カモはありかな？カモありかもしんない。犬2匹いるんだけど。相手チームにも犬いた。相手にも犬いたぞ。これ負けたかもしんない。いや、結構、頑張ったんだけどなー。うわ、でも、自陣塗りは完璧、うちは。あ、やったー！ね、待って、これ本当に自陣塗り大事だってみんな。マジで大事。はい、ということで、カモゲットー！やったー！やっぱね、肉入れないといけないから、鍋には肉必須だと思う、私。ちょっと癖強いかもしれないけど、カモ肉、入れましょう。さて、いる？あ、お魚！お魚は、範囲が広い。焦げたお魚ね、オッケー。焦げた。焦げたお魚。もし、うちが勝ったら、焦げたお魚を入れます。ほんで、ボム投げて、もう一個ボム投げよう。もう一個ボム投げよう、最後。オッケー！よし、これどう？勝ったんじゃない？いい感じじゃない？結構攻めたよ、最後。おっしゃ！これも見てわかります。青の勝ち、イエーイ！ということで、2品目！焦げたお魚。これ何がいいんだろう？わざわざ焦がしてから入れんだもんね。え、寿司ある？みたらし団子もある？やば、うちのチームやば！寿司とみたらし団子ある。相手は相手。あー、いて、うわ、プロシュート兄貴は、それはジョジョ。もう一人、あー、ギリ。まあ一人、プロシュート兄貴倒したんでね。いや、どうかな、これやばいんじゃない。あー、やべ。あー、負けた。あー、残念。さよなら、寿司とみたらし団子。
プロシュート兄貴、プロシュートって生ハムだよね。生ハム入れますか。じゃあなんか今のところ野菜ゼロなんだけど大丈夫そう。さて続いてはわかめいますね。わかめとハチミツ、オッケー。ディオブランド入れたけどうちのチーム勝った。ハチミツオッケー。じゃあ私のチームが勝ったらわかめを入れる、で相手が勝ったらハチミツを入れる。これでいきましょう。うわーどうかな、これ勝ちたい、勝っていたい、わかめ入れたい、どっちかといえば。あ、でも負けたっぽいな。キャー、負けました。はー、ハチミツ入れましょう。うわ待って、もちベーコンもいた。うわ気づかなかった私、ハチミツともちベーコン。重い。ミックスジュース、あとは、あ見つけられない。ミックスジュースは入れたくないな、あんま。コイキング、コイキングがいるってことは私負けたらコイ入れなきゃいけなくなっちゃう。どんだけタンパク質ばっかなんだよ、うちの鍋。いやー、これここのステージマジでむずいんだけど。でもそうだよね。ここなんか自陣とかあんま関係ないのかもしんない、この。そしたら、あ待って、コイキングが2人いるってことは私コイかける2入れんのか。そろそろ私野菜欲しいなー。いる、カニ玉、カニ玉。自陣にカニ玉がいて、相手にはいないかな、食べ物は。じゃ、勝ったらカニ玉入れます。イエーイ、結構しっかり塗りました。オッケーオッケー。そしたら、なんだっけ、カニ玉だ、カニ玉入れます。もや料理名だからね、カニ玉って。で、今出揃ってる具材は、カモ、焦げたお魚、プロシュート、ベーコン、鯉かける2、カニ玉、麦と餅は普通に具材の方かな、具材の方か、締めじゃないか。じゃあ締めが麦で、で、蜂蜜は隠し味か、そうだな、どうしようかな、隠し味か、その鍋つゆかになっちゃうんだけど。オッケー、じゃあここで出揃いましたので、買い物に行ってまいります。ドン、はい、こちらでございます。まずね、はい、ということで、まず一つ目、カモ、こちら、合鴨のパストラミー、そして、蜂蜜と、カニ玉用のカニカマ、と、ベーコンと、餅ベーコンね。それと、あと、焦げたお魚用に、シシャモを買ってきます。ちょっと安くなってたやつ。これを焦げるまで焼いて、鍋に入れます。あとは、プロシュート兄貴がいたので、生ハムを買ってきました。そして、麦は、このオートミールにしようと思います。これで締めます、最後。で、鍋つゆは、お手鍋のつゆにします。そんで、一個問題がありまして、私、本当にショックだったんだけど、みんなは、コイ食べないの？これ、本当に、近くのスーパー、全部回ったけど、もうどこにも売ってなくて、私は小学生の時に、給食に当たり前のように、コイが給食で出てたので、もう普通に食べられてるものだと思ってたんですけど、売ってないってことは多分みんな食べないんだろうね。なので、代わりに買ってきたのが、こちら、アンコイ。いや、なんかハムボで言えば恋っぽいかなみたいな。そんな理由であんこを買ってきました。こちらで全てになります。なので、私まずささっとお魚を焦がしてカニ玉を作ってこようと思います。はい、ということで、いろいろ準備を整えてきました。まずここに、鍋つゆ、もうすでにね温まったものと、あと IH ヒーターを置いてます。そしてこちらが、焦げたお魚。もうね、本当にかわいそうなぐらい焦げ焦げで、首もこんなになっちゃっててかわいそう。そんでこっちがカニ玉でーす。で、このあんかけ、私さ、ちょっと焦げたお魚に影響されてあんかけ焦げてしまった、なんかカレーみたいになっちゃった。で、じゃあこれね、順番にどんどん入れていきましょう。じゃあね、まずカモから入れていきます。これは
言うても全部入れちゃってもいいけど、ネギもね、ついてんのよ、ネギも。あれ次、焦げたお魚。これはもうね、6本とも全部入れちゃいましょう。単体で見たら、今回そんなに変なものはないんですけど、すべてが主役級っていうのが問題なんですよね。はい、ということでじゃあ、ベーコンいきましょう。これも全部入れていきまーす。はい、どーん！もう豪快に4枚。この時点でね、だいぶ油やばいです。なんならなんかこう、ラーメンみたいな感じになってる。次、生ハムロースいきましょう。8枚も入ってますね。薄っ待って、ちぎれちゃう。この、取れない。やば、しゃぶしゃぶみたいになっちゃうな。これいきましょう。あんこゆう。あんこゆう。あんこゆう。あんこの肝なんですけど、これ私食べたことないんだけどさ、美味しいのかな？どうなんだろう。なんか見た目は、あんまり美味しくなさそう。これだけなんか量多いかもしんない。でかいな、なんか。まあまあまあいいか。すごい、ね、鍋がなんか全体的にピンクい感じになってる。そんでじゃあ次、餅いきましょう。餅はね、もう間違いないっすよ、これ。何に入れても美味しいっすね。切り餅、3つぐらい入るかな？いきましょう。はい、じゃあお餅入りましたので、次、カニ玉いきましょう。こいつが結構ね、やらかしそうな気はしている。カニ玉、これ半分にしよっか。ちょっとね、でかいので、ちょっと半分分を入れます。はい、どーん！これ大丈夫かな？ちょっとじゃあ、あんかけの部分も入れておくか。よーし。そしてじゃあ最後に、蜂蜜いきましょう。こいつもなぁ、どう働くかがね、ちょっと怖いわ、これ。これもともと家にあったやつなんですけど、残りがそんなにないので、ちょっと全部入れます。蜂蜜は、だいたい3、4週分ぐらいありました、全部で。で、すべて入れ終わりましたので、ね、ここからじゃあ10分、15分ぐらい煮ていこうと思います。はい、ということで、15分経ちましたので、開けてみようと思います。ちょっと私一回も開けてないので、アク取りとかしてないけど、これ大丈夫だったんかな？やばいかな？いきます。オープン！にゃー！なんか、ドロドロしてる！白いなんか白濁。見てこれやばくない？餅溶けてんだけど。餅が溶けて、お玉にくっついちゃった。これ白濁してんの全部餅が溶けちゃったんだ。予想外。普通に固形で残ってくれるかと思った。鍋用の餅とかじゃないとダメだったかな？あ、匂いはそんなに悪くない。っていうか本当にラーメンの匂いがする。あん肝が、見てこれ、マジででかいんだけど。どうしよう、なんか、半分でもでかいな、これ。すごいことになってるよ、これ。魚がね、原型をとどめてそうなものがね、もういないかな。なんかね、頭と胴体が切れちゃってて、ちょっとかわいそう、ほんと。さて、こちらでございます。なんかシチューみたいなさ、ドロドロ感じゃない？よし、それじゃあ実食いきましょうか。まずじゃあ、小餅が溶けた鍋つゆをいただいてみようと思います。いただきます。熱っ。うわ、しょっぱ！ちょっと待って、これ、やばいぐらいしょっぱいわ。もう塩分の塊。え、何がこんなにしょっぱいんだろう。あ、でもそっか。ベーコンとか全部塩味ついてるもんね。もうありえないぐらいしょっぱいです、これ。さてじゃあ、あん肝いってみる。これ私、ちょっと怖いんだけどさ、初めて食べるんだけど、このつゆで食べて、本当の味がわかるのか？うん。柔らかい。臭みもないし、あ、でも若干、苦いかも。すぐ飲み込めば大丈夫だと思うんだけど、よく噛むと、ちょっと苦味が出てきてしまうので、私ちょっと丸飲み派かもしんない。もうね、どっちが生ハムでどっちがベーコンかわからないんだけど、多分ね、これが生ハムですね。で、こっちがベーコン。だよね。ちょっとじゃあ生ハムから。うん。待って、本当に、それ以外の感想は出ないぐらいしょっぱい。味は美味しいんです、普通に。しょっぱい以外を除いて。ベーコンもいただきましょう。
ベーコンはね、そのまま食べても美味しいからね。いただきます。あ、でも、生ハムに比べたらちょっと甘い。どっちかっていうと、生ハムは豚肉のしゃぶしゃぶみたいな感じです。で、ベーコンは本当になんかベーコンの味がするちゃんと。負けない、この鍋つゆに。カニ玉いきましょう。うん、熱くいやん。めちゃめちゃ熱い。ふわふわしてる感じで、普通に美味しい。アイガモのパストラミ、いきましょう。うん、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 うん。これが一番美味しいかも。かも美味しいわ。分厚いから、ちゃんと食べ応えもしっかりあるし、胡椒か。胡椒が効いててすごい美味しい。そんで、この頭をなくしてしまった焦げたお魚。かわいそうにこれをいただきます。これね、小餅ししゃもなんですけど、もうね、子もね、出ててますね。うん、うん、うん、うん。しょっぱい。本当にしょっぱい。焦げたお魚を入れた割には、焦げの感じがね、全くないです。もっと苦いかと思ったら、全然そんなことない。あれかな、多分鍋つゆにこの焦げも溶けていったのかもしれない。もう、本当に信じられないぐらいしょっぱくて、ちょっと薄めた方がいいかもしれないな、鍋つゆを。はい、お湯入れてだいぶ薄めたんですけど、餅のドロドロ感がほぼ消えましたね。で、なんか温め直してる時に思ったんだけど、緑がないのよ、まず。もうね、ピンクいもしくは茶色い、どっちかしかの色しかなくて、なんかね、三角コーナーみたい。辛くなってきた。なんかやっぱ料理ってビジュアル大事なんだなって実感しました。なんだろうな、このお魚、焦げたお魚が三角コーナー感をとても演出している。尻尾だけとかってこう浮いてるとなんかすごいそれっぽいんだけど、あ、ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいい。っていうか私思いました、これ鍋つゆいらんかったわ。もうなんか普通に水炊きにすればよかった。もうその考えがなくて、その時。なんか鍋つゆ使わないといけないからって思って、いろいろ調べたら、寄せ鍋のつゆが基本だってネットで書いてあったので、私はそれを買ってきたんですけど、これ水炊きでよかったわ。お魚も入ってるしね、お肉も入ってるし、もう出汁しかない。この鍋が今日の私の夜ご飯なんですけど、最初の一口は、確かに全部普通に美味しかった。もちろんいなくなっちゃったし、蜂蜜も効いてなかったけど、普通に単体としてはそれぞれ美味しいんですけど、2杯目、3杯目ってなってくると、ちょっときついかも。何があって、野菜が欲しい。うん。野菜が食べたい。オートミールまでたどり着けないかも。まだ入ってるんですけど、結構、こうお腹いっぱいなんだよな。これなんでだろう。やっぱタンパク質だからかな。はい、ということで無事に完食いたしました。そして締めのオートミール、まあ麦なんですけど、こちらは次回持ち越しで。本当にすいません。マジでお腹いっぱいなんで許してくれ。